シムスダトリー4インチダイナマイトヤホ砲ベスビアスの管内黒く見えるのが甲板を貫通している方針ベスビアスに搭載されたダイナマイト砲の方向部分ダイナマイト砲は圧縮空気でダイナマイトの詰まった砲弾を飛ばす火砲1880年代から20世紀の初めまで使用されていたこの兵器を推進したエドモンド・イル・ジー・ザリンスキー注にちなみザリンスキー砲 あるいはザリンスキー空気圧砲とも呼ばれることもある。なお、ザリンスキーは、電気新艦や、望遠照準器の開発にも携わった技術者である。1883年に、オハイオ州の発明家 DM メドフォードが、ニューヨークのフォートハミルトン陸軍基地へ持ち込んだ、試作品が始まりで、この当時はダイナマイトが、実用化した直後で砲弾の作薬は、黒色火薬が使用されていた。 ダイナマイトは黒色火薬よりもはるかに大きい破壊力を持つが衝撃で爆発しやすいため砲弾に充填して打ち出すことは不可能だった。そこで砲弾に衝撃を与えないようにコンプレッサーを用いて生成した圧縮空気で滑降砲を用いて飛ばすのがダイナマイト砲であった。原理的にはダイナマイトの弾頭が先端についた 超大型の吹き矢である。その性質上、発砲炎や砲製がなく無音で飛翔するため、発射位置をつかまれにくいとの特徴も期待された。ただし、射程は通常砲に比較して、かなり短い上、低所速であったため、石壁や装甲に対する貫徹力も期待できなかった。それに加え、薄柄に包まれた有力砲弾は断片効果が低く、残酷や、 マドタの開口部から建物内などの兵所に飛び込まない限り爆発の威力が無駄に空中へ拡散してしまうという欠点があった。アメリカ陸軍では要塞用に大型の15インチダイナマイト砲が沿岸砲として各地に配備されたほか野戦用としてシムスダトリー2.5インチダイナマイト野砲が量産配備された。通常、 野戦でのコンプレッサーの使用は困難であるため、あらかじめ容器に貯蓄した圧縮空気を用いる場合もあったが、シムスダッドリー法は砲弾を放つ方針のほかに圧縮用副方針を有しており、創薬の爆発で副方針内のピストンを動かして圧縮空気を生成し、方針へ送る火薬式コンプレッサー機構を備えていた。アメリカ海軍では1890年に 合計15インチ3連装ダイナマイト砲1機を主兵装としたダイナマイト砲巡洋艦のベスビアスが竣工した。垂直戦士を有した平ら板型の船体はクルージングヨット風で防御装甲は皆無。全長は76.9メートル。排水量945トンと大変小型ながらも砲艦ではなく巡洋艦とされたのは この武装と最大20ノットが出る高い巡航性能のおかげである。他の美方は3本ド速射砲3門であった。1898年のスペインとの戦争で使用されたが、手法は全甲板に行角18度で固定されているため、照準は船体を目標へ向ける必要があった。射程の加減は吹き込む圧縮空気の調整で行う。無論、 関節照準射撃のみで直射はできない。その方針は上甲板から中甲板を貫いて下甲板にまで達する長大なものだった。総重量4 4 5 5ラムの砲弾は一門に月10発、全部で30発搭載されていた。実戦においてベスビアスのダイナマイト砲はキューバのサンチャゴ市街地へ向かって砲撃を行った。 目標の市街地には命中、スペイン側は原因不明の大爆発に驚愕したとされる。しかし、やはりダイナマイトの威力が拡散して被害は少なく、実戦での効果が今一つということもあって、同種の艦は建造されず一石で打ち切られ、同艦からもダイナマイト法は撤去されて、水雷練習艦へ艦種が変更されてしまった。なお、ダイナマイト法は、 アメリカ海軍で最初に収益した潜水艦の SS-1 ホランドにも8インチ炭素砲1門が搭載されていた。ありがとうございます。